ソユーズロケット。初の信頼性のある地球軌道上への輸送装置であった。ソビエト連邦の宇宙開発では、1930年代から1991年の崩壊までのソビエト連邦によるロケット開発計画と宇宙開発計画全般について述べる。ソ連の60年を超える歴史において、主に機密扱いのこの計画は宇宙開発分野において、 数多くの偉業を成し遂げた。世界初となる業績の例を挙げると、大陸間弾道ミサイル、人工衛星、宇宙へ行った、動物、有人宇宙飛行、人工惑星、月面衝突、月面着陸、宇宙ステーション、火星着陸などがある。ソ連の計画は、ロケットの父、ツヨルコフスキーから派生する、ロシア独自の理論的発展を元としていた。 戦後のソ連のロケット開発と宇宙計画はナチスドイツのロケット計画に参加し戦後ソ連に連行されたドイツ人の工学者、科学者の協力のもとで進められていたが1955年からはソ連の工学者、科学者が中心となって開発を進めた。セルゲイ・コロリョフは第一設計局の主任でありチーフデザイナーと公的に呼ばれた。 宇宙開発競争の競争相手であったアメリカ合衆国は政府機関や軍部などの宇宙開発を NASA へ統合し NASA を唯一の調整機関としていたがソ連側の宇宙計画は多数の競合する開発グループに分散しており内部での争いや非効率の原因にもなった計画の機密性 プロパガンダ的価値により、成功が確定するまでミッションの成果は公表されず、失敗した計画には後年まで公表されずにいたものもあった。最終的に、1980年代の、ミハイル・ゴルバチョフのグラスノスチ政策の結果として、宇宙計画に関する多くの事実が、機密解除された。それらには、ソユーズ一号によるウラジーミル・コマロフの死、ユーリー・ガガーリンの死、 N-1 ロケットの度重なる失敗などが含まれていた。ソ連の宇宙開発の特徴の一つがクラスターロケット方式の採用である。既存のロケットエンジンを多数束ねることで容易にロケット全体の推力を増す。この方式はドイツ人技術者たちの発案をもとに開発され、ソ連が初の人工衛星、有人宇宙飛行を達成してアメリカに勝利を収めた。 原動力の一つとなったが、有人月着陸においては N-1 ロケット一段目の30連もの、クラスターロケットの制御という難題が、あだとなり、実現できずに終わっている。ソビエトの宇宙計画は、ソ連崩壊によって消滅し、ロシア連邦とウクライナがこれらの遺産を受け継ぐこととなった。 現在、ロシアではロシア連邦宇宙局によって、ウクライナではウクライナ国立宇宙機関によって、宇宙開発が行われている。宇宙開発の理論は、第一次世界大戦前のロシア帝国時代に、ツヨールコフスキーによって確立された。彼は19世紀後半から20世紀初頭にかけて、先進的な論文を公表し、中には、多段式ロケットの概念も含まれていた。 宇宙開発の技術面は1920年代、30年代のロケット研究グループ、ガードによる初期の実験によって確立された。ガードでは、ドイツの工学者、フリードリッヒ・ザンデルや後のチーフデザイナー、セルゲイ・コロリョフが働いていた。1933年8月19日、ガードは、 ソビエト初となる液体燃料ロケットガード -09 を打ち上げ、同年11月25日には初のハイブリッド燃料ロケットガード X を打ち上げる。これとは別に、1940年から41年の間の多連装ロケットランチャー、カチューシャの開発と生産により、ソ連の推進力研究が前進する。第二次世界大戦後、ナツスの遺産。 特に V2 ロケット工場から取得した図面によるリバースエンジニアリングによってロケット工学研究は飛躍する。ドイツ人技術者たちは当初ドイツ国内で開発を進めていたが1946年10月にトベリ州のセリゲル湖のグロドミリア島,島島を複数の開発拠点へソビエトのロケット計画を支援する目的で収容される。 1947年初頭にソビエトはドイツからすべてのロケット技術の開発をソビエト国内への移送を完了して1947年の秋にソビエトドイツ合同チームはカスピ海の北部のカプースチンイアール近郊の草原地帯で11機の V2 ロケットを打ち上げたドミトリー・ウスチノフの指示のもとセルゲイ・コロリョフは図面を精査した ドイツ人科学者、特に、ヘルムーとグレトルップの助けを借りて、V にロケットの複製 R-1 を製作する。ただし、ソ連の核弾頭を搭載するには、さらなる強力なブースターが要求された。コロリョフは1930年代後半に自らが、実験していた、極低温燃料を使用する、ロケットエンジンの開発に専念した。最終的にこの仕事は、 大陸間弾道ミサイル R-7 の開発に帰結し、1957年8月の試験に成功する。この有効射程と5トンにも及ぶ、ペイロード能力は、核戦略上の実用性のみならず、宇宙ロケットとしても優れた土台となった。コロリョフは、ドイツ人に教えを交うたり、ドイツ人たちが隔離されている島を訪問したことは、なかったが、 対照的にオーク部マイナス456のバレンティン、グルシコは積極的にドイツ人たちからノウハウを吸収した。ドイツ人技術者たちには新設計のエンジンの詳細は知らされず、RD-100 の生産が軌道に乗ってからは彼らの支援はもはや必要なかった。グルトレップたちのチームはコロリョフのチームの開発していた R-2 と競合するより、 先進的な G-1 の開発を進めていた。G-1 は大きさこそ V2 と同じだったものの、推進剤のタンクが荷重を負担するようにして構造体を軽量化することにより、推進剤の搭載量を増やし、大気圏再突入時に弾頭を分離式にして誘導、制御を地上から電波で行うようにして、 はじめの誘導装置を可能な限り簡略化する仕様だった。推進剤のタンクに荷重を負担させるという概念自体はすでに1920年代初頭にヘルマン・オーベルトが彼の著作でタンクに荷重を分担させるべきであると記していて1941年にペーネ・ミュンデを訪問時にも提言していたが当時は軽量化よりも 早期の実用化が優先されており、採用されなかった。エンジンの配置も大幅に変更され、推進剤を供給するポンプを駆動するタービンは燃焼室からのガスで直接駆動された。新しい無線制御装置により、精度が向上した。速度は単に計測されただけでなく、無線で軌道を修正された。エンジンの水力を制御することで速度を調整することは、 画期的で1955年にこの装置は開発されたが、1957年に R-7 大陸間弾道ミサイルに搭載されるまで実用に寄されなかった。誘導装置も簡略化され、一時誘導のジャイロスコープが備えられ、V2 ではアスキャニアという油圧式の操打装置が搭載されていたが、G-1 では空圧式に変更され、 これにより付随装置も大幅に軽量化され、構造体の重量は3.17トンから1.87トンに大幅に軽量化され、担当重量は7 5 0ラムから9 5 0ラムへ増加して、尾翼は小型化され、機体は軽合金製になった。それらは当時のソビエトの工業水準では先進的すぎるとの理由により、 開発は中止されたが、誘導装置等の要素技術は、後のソビエト製のロケットに導入された。スプートニク1号。重量、83.6kg ソ連の宇宙計画は5カ年計画とつながっており、当初からソ連軍の援助に依存していた。1956年1月、スプートニク計画と4機の軍事偵察衛星が承認された。 同時に無人月探査と1964年までの有人飛行が予定された。世界初の人工衛星スプートニク1号によるプロパガンダが成功したと判明するとコロリョフは有人計画を迅速化するように命じられた。有人宇宙船の設計はゼニット計画と結合してボストークを生み出すに至った。1966年のコロリョフの死後。 ボストーク1号の設計者であったケリム・ケリモフは、有人飛行における委員会の議長に任命され1991年までの25年間委員会を率いた。ケリモフの最大の業績の一つは1986年のミールの打ち上げであった。セルゲイ・コロリョフ、ジークムント・イェーンの記念スタンプ。アメリカの宇宙計画は NASA が唯一の調整機関であり、 1960年代のほとんどを通じて、ジェームズ・ウェッブ長官が指揮を取ったのとは異なり、ソ連の宇宙計画は、コロリョフ、ミハイル・ヤンゲリ、バレンティングルシコ、ウラジーミル・チェロメイに率いられた、複数の設計グループに分かれていた。1957年から1961年のスプートニクの成功と1961年から1964年の ボストークの成功を受けて、コロリョフの第一設計局は影響力を増し、月への有人探査と上駐宇宙ステーションの中心となるべきソユーズと N-1 ブースターと共に計画を進める予定だった。しかし、ドミトリー・ウスチノフは、コロリョフに非常に信頼性の高いボスートと使った地球近傍計画と金星や火星への無人惑星探査計画に、 専念するように指示した。ヤンゲリはコロリョフの助手をしていたが、ソ連軍の援助により1954年、自分の設計局を与えられ主に軍事宇宙計画に従事した。この設計局には、ハイパーゴリック推進剤の使用を含めた強力なロケットエンジン設計チームがいたが、1960年のニエジェーリンの大惨事を受けて、ヤンゲリは、 ICBM の開発に専念するよう指示を受ける。彼は、軍事的利用と将来の宇宙ステーション建設への輸送利用の両方のために、コロリョフの N-1 ロケットに似たデザインの独自の大型ブースターの開発を続けた。グルシュコは、ロケットエンジンの主任設計者であったが、コロリョフとの個人的衝突があり、コロリョフが、 必要としていた大型シングルチャンバー極低温エンジンの開発を拒否した。チェロメイはフルシチョフの支援を受け1960年に月や軍事宇宙ステーションに有人船を送るロケットの開発という仕事を与えられるが経験に乏しく彼の開発は遅れた。1960年代初頭の一時期にはソ連の宇宙計画は30ものロケットや宇宙機能 開発プロジェクトを抱えており、設計局の主任は互いに争い、自らのプロジェクトを実現させるため共産党や、軍の首脳との個人的な関係構築に追われていた。結果、これら乱立するプロジェクトに、予算は分散してしまった。フルシチョフの失脚により、1964年コロリョフは、有人飛行計画の完全な指揮権を与えられる。 コロリョフは1966年1月に大腸がんの手術中に心肺停止し死去する。バシーリーミシンはコロリョフの公認として第一設計局長となり、1967年に友人月集会1968年に友人月面着陸を果たす予定であった。全スペースパビリオン、全ロシア博覧センターミシンは、 コロリョフのような政治的権力を欠いており、他の設計局の主任たちとの競争と向き合わなくては、ならなかった。この重圧のもと、ミシンは1967年、無人試験に一度も成功していないにもかかわらず、ソユーズ1号の打ち上げを承認する。 このミッションは設計上に問題が存在することが分かりつつも実行され、ソユーズ1号は地面に激突、ウラジーミルコマロフを死亡させた。この惨事による新たな重圧の下ミシンは飲酒問題を起こす。1968年のアポロ8号による友人月集会によってアメリカに先を越されてしまい、ソ連は軽く打ちひしがれていたが、ミシンは 問題のあった N-1 ロケットの開発を推し進める。1969年1月にソユーズ4号とソユーズ5号によるランデブー、ドッキング、船員移動が行われ、成功する。これらは月面着陸に使用される技術であり、LK 着陸船の試験も地球軌道上で成功する。しかし、後の N-1 ロケットの無人発射試験が4度。 失敗に終わり、開発が放棄される。これによってソ連は、月面有人着陸を行う機会を失い、アポロ11号の人類初の有人月面着陸を許すことになる。この失敗を受けて1970年、チェロメは当時アメリカが宣言していた、スカイラブ計画の対抗手段として、自身の推進するアルマース 軍事宇宙ステーション計画が薄地の府によって承認されると確信した。ミシンは未だ、後に、サリュート計画となる、宇宙ステーション計画の指揮権を持っていたが、サリュート1号にドッキングした、ソユーズ11号の大気圏再突入時に、クルー3人全員が死亡してしまった事故の致命的な、原因が、圧力スーツなしで3人を乗せるという彼の決定に、 あったことが発覚し問題となった。ミシンは多くの計画から外され、チェロ名はサリュートの指揮権を再び得た。NASA とのアポロソユーズテスト計画の仕事の後、ソ連の司令部は新しい運営方法が必要だとして1974年に N-1 ロケット計画の打ち切りとミシンの免職を決定する。 グルシコ、設計主任として NPO エネルギア設計局が作られた。ソ連の計画は様々な事故や失敗に苦しんだ。ソ連の宇宙計画は5カ年計画という政府の経済計画と結びつきがあり、これは1961年に始まったアメリカのアポロ計画に対応することを困難にさせた。 なぜなら次の5カ年計画は1964年まで待たなければならなかったからである。また、集権的計画と生産目標への個室が、中間管理者とエンジニアに装置の欠点を報告させることを困難にし、後の低質な品質管理へとつながった。1960年10月24日に、バイコヌール宇宙基地で、 大陸間弾道ミサイル R-16 が発射台上で爆破、数百人の命が失われた。1961年3月23日、初の宇宙飛行士事故が発生した。ワレンチ・ボンダレンコが低圧力高の濃度酸素の中での火事によって死亡したのである。ボス法と計画は二度の有人飛行の後。 ソ連の指導者の交代と、ボス法と2号のトラブルにより中止される。もし仮に中断されていなければ、20日にも及ぶ、長期宇宙滞在、女性による宇宙遊泳、命綱なしの宇宙遊泳などの世界初の名誉は、ソ連のものとなっていた可能性がある。コロリョフ、トマロフ、ガガーリンの死が3年間のうちに連続して起こり、これは明らかに、 ソ連の宇宙計画に暗い影を落とした。ソ連は世界初の有人月探査を大型ロケット N-1 で達成しようとしたが、4機とも試験飛行で打ち上げられてすぐに爆発している。1969年7月20日、アメリカ合衆国はアポロ11号によって月に人類を着陸させ宇宙開発競争を制した。 1975年4月5日、二人の宇宙飛行士をサリュート4号に運ぶソユーズロケットの二段目が動作不良を起こし、結果的に初の友人ランチアボートを行った。1980年3月18日、ボストークロケットが発射台の上で爆発し、58人が死亡した。1983年9月、 二人の宇宙飛行士をサリュート7号へ運ぶためのソユーズロケットが発射場で爆破したがソユーズのカプセルアボートシステムが作動し二人は助かったソ連は数多くの計画に着手していた実行されずに終わった計画も含むミールの遺産国際宇宙ステーションのコアモジュール ISS 計画の第二フェーズありがとうございます